阪神がドローでシーケンス協力投手陣が被弾ゼロの回記録に応手。 DeNA1 阪神23日横浜スタジアム、阪神が4イニング連続でサヨナラのピンチをしのぎ切り、今季3度目の引き分け、首位の座をがっちりキープした。試合終了直後、岡田監督は笑みを浮かべてハイタッチに向かった。これで投手陣は13試合連続で被弾ゼロ、2リーグ制以降1955年に樹立した14試合連続の球団記録にリーチをかけた。負けたで、どんでん勝ったみたいにニコニコやな。引き分け多すぎやろ。どのチームも2021ぐらいのペースで出てるな。 W 助かった。やれやれオメガ。疲れた笑。岩崎、楽しんでいただけたかな。実質勝ち来た。急にあっさりやったな。岩崎遊びすぎやろ。のゼロの勝ったで実質。穴、ビジターでの勝ちは引き分けに等しい。なんとか分けたな。三球三振。よすよす、さすが崎さんやで。ヒヤヒヤしたけど。渡来おもろわら W。 渡来は一番固定で。いや、負けんでよかったわ。最後が安牌で助かったやね。投手に感謝しろよクソ打線。無理やりポジるつもりないけど、ガチで命拾いした試合やわ。レイの勢い急ぐだけで十分よ。後半毎回スコアリングポジションまで進めたのに勝てへんかったんやから。チェンジアップ、カーブ、ご利用しですごいな。とりあえずお疲れ。負けなくてよかったわ。渡来の回左勝ちでヤバくねえか。ま、今日は引き分けでいいしだろ。負けたで、最後渡来だったのが救いやな。ヤマトのおかげで負けなかったな。今日は勝ちみたいなもんやな。よし、投手陣よく踏ん張ってくれた。また1点か。引き分けだけどなんだかな。打たれたらどうしようかと思ったけどよかったわ。おたらい阪神戦苦手やろ。実質勝利や。横浜のダメージでかすぎやろ W。 ようやった。渡来に打たれたら今後調子乗ってくるだろうから。どんでんニコニコ。敵地で引き分けは勝ちやろ。渡来二軍行きやな。2通号が昇格。阿部さんによれば今日は阪神勝利。よう分けたな。今日のリリーフはみんな劇場で疲れたわ。まあええわ、明日試合ないからまた2日休める。明日雨中止の高確率 80%。 2試合ホームラン打った渡来は、あれはマキエやったんやな。ずっと使わすための W。 ここ8試合連続で2失点以下、素晴らしい投手陣ですね。スカウティング、育成がうまくいっている証拠。他球団ファンとしては羨ましい限りです。笑い。ゲラはエンジンかかってきたな。地球で自滅するタイプでもないので、相手チームも攻略に苦労するだろうな。9回裏から4イニング連続得点圏をよくしのいだということで。また森下のおかげで負けなかった。よかったよかった。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。